ここまで3位のアスルクラロ沼津、一方16位の北九州、互いに5戦負けなしと好調のチーム同士の対戦となりました。試合は立ち上がりは非常に固いゲーム、その中で35分、尾崎のクロスから青木のヘッドのシーンがありました。ただこのヘッドは惜しくも枠の左です。後半の30分台になって両チームチャンスが生まれました。37分です。北九州はこぼれたボールに池本が反応してこのシュート、ポストを叩きます。思い切って右足を振り抜いていった池本です。前半はそれぞれシュートが2本ずつという前半でした。それぞれ守備に特徴のある両チーム、前半は固い前半でした。そして後半、立ち上がりに主導権を握ったのは後半から選手交代を仕掛けてきた北九州でした。このシュートもポストに阻まれます。前田のシュートでした。そしてそこからのカウンター、富田が自ら持ち込んで、ドリブラーの富田、ここで右足を振り抜きます。素晴らしいシュートが決まって、これが決勝点となりました。結果を出したかったというこの富田、今シーズン初ゴール。5600人を超えるサポーターに向かって先制ゴールとなりました。一方北九州です。1点追いかける北九州ですが、ここは安藤の仕掛けからシュートを打ちます。そしてその後村松のシュートは枠に飛んでいましたが、沼津のゴールキーパー三重川のスーパーセーブ。ホーム9試合でまだ1失点しかしていない沼津の守備です。